もしもし。ああ、やっと出た。ああ、花ちゃんか。社長、さっきから何回電話してると思ってんですか？30回はしてますよ。ちゃんと電話に出てくださいよ。あ、悪い悪い。ねえ、何？早く会社に戻ってきてください。取り立て行ってからもう何時間経ってると思ってんですか？え？何時間くらいだろう？4時間ですよ、4時間。はあ。社長、今何時だと思ってます？12時、12時5分です。もう日付変わってんですよ。世の中は終電の時間なんですよ。知ってました？ああ、わかった、わかった。悪かったって。もう全然反省してない。いや、本当に悪いって思ってるって。社長は好きな時間に出社して、好きなことばっかり言ってるからいいですよ。でも私はですね、毎朝9時から会社来て、帳簿の整理したり、トイレ掃除したり、返済滞ってるお客さんに電話したり、出前の注文したりしてるんですから、もうくたくたなんですよ。出前は関係ないじゃない。君が食いたくて取ってんだし。とにかく私は超疲れてるんです。だ、分かってるって。だから今日も先に帰っていいって言ったでしょ。どうせ店の鍵は花ちゃんが持ってんだしさ。帰れないから言ってるんです。どうしてる？ついさっきから店の外で怖い人たちが喧嘩してるんですよ。喧嘩？いや別に大丈夫でしょ、それくらい。何言ってるんですか。私レイプとかされたらどうするんですか？レイプ？君が？笑いました、今。あ、いやいや。もう冗談じゃないんですよ。なんか一人は銃みたいなの持っちゃってるし、とにかくあんなのに巻き込まれたら大変ですよ。銃？おい、花ちゃん、それどんなやつなんだ？なんか一人は上野がどうこうって叫んでましたけど。上野？ええ、とにかくこのままだと私外に出れないんです。早く会社に戻って何とかしてください。わかった、すぐ行く。新井さん、
秋山さん、あんたがくれようとしていたチャンス、どうやら俺はもらい損ねたようだ。それじゃ。新井さん、一撃、余分な発砲は一切なし。こりゃ殺す気満々で撃ってるね。逃げなくていいんですか？え？犯人はさっき走ってった男ですよね。このままだとあなたが警察に捕まることになると思うんですが。あんた、片木の方ですよね。あなた。ああ、そうだな。警察ってのは嫌な奴が多いとこです。捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。社長！花ちゃん、あ、ちょっと手遅れでしたね。おい、動くな！動くな？俺？動くなと言ってるだろう。いや、おい、違うって。いや、俺じゃないんだって。無駄な抵抗はやめろ。杉内さんの尋問は半端ないと思いますんで、気合い入れて頑張ってください。それじゃ。暴れるな、お前。動くな。杉内って、あの、あ、おい、ちょっと待てよ、あんた。いや、だから違うんだって。さっきのところに聞いてよ。ねえ社長。花ちゃん、